次の曲にちょっと早いんですけど、いつも通りでごめんなさい、裏子という曲を聴いてください。少し伸びた前髪を先に見えた緑がかった君の目に
映り込んだ僕は魚、いろんな言い訳で聞かさて、仕方ないと笑っていた。傷つくよりはまだその方がいいように思えて、夏の風が君をどこか遠くへと奪ってゆく。言い出せずにいた想いをねえ届けなくちゃ、君を失いたくないんだ。
ってる方もいてるみたいで、本当にお時間作っていただきありがとうございます。最近私ね、結構ゲリラでやることがちょっと多くなっちゃって、ちょっと告知少なめですごい申し訳ないんですけど、なんだろう、こう初めからさ、人がいてることがあんまりねなくて、もうゼロの状態からスタートが結構多いんで、だからこそすごいなんかもうこうやってね、最初から人がいるっていうことがすごくありがたいなって今感じております。今日本当に来てくださってありがとうございます。ありがとう、嬉しい。じゃあちょっとオーバードライブという曲をすごく好きな曲なんですけど、聴いてください。よし、よかったらぜひね、みんなですごく楽しい空間というか作っていけたらなと思うので、ぜひクラップとかもしてもらえたら嬉しいです。お願いします。ある方いませんか？ちょっと言いづらいかもしれない、アーティストの方でも誰か上ですか？寂しい。ありがとうございます。あいみょん。じゃあマリーゴールドか裸の心どっちがいいですか？マリーゴールド。他、はい、はい、ごまんかい、はい、他誰か、はい、
ちょっと待って、アカペラでいいですか。ちょっとギター弾けない。見つめ合うと素直におしゃべりできない。津波のようなわびしさで愛の怯えてる。ごめんなさい、ありがとうございます。うわあ、もうほんとすぐ忘れる。もういつまでたってもね、このなんかもう認知症に、ほんまに認知症持ってるかもしれん絶対。よし、マリーゴールドと100万回歌います。というかみんな、横須賀の街はちょっと歩きました？って言っても私全然詳しくないんですけど、さっきね、ちょっと私あっちのね薬局にちょっと行っておりまして、ちょっと歩いただけなんですけど、なんかすごい綺麗ですね。めちゃくちゃなんか並木道とかがすごいいい感じに、なんか道とかもさ、なんかコンクリートがもうおしゃれなのよ。なんかコンクリートおしゃれとかなんか普通あります？なんかコンクリートおしゃれとか言う人いないですよね。なんかね、なんかほんと綺麗ですよ。みんな行ってみてくださいなんかすごい綺麗なところだなって。そうだからさ、今日帰りとかもね、なんだったっけ軍艦なんちゃらカレー、なんでしたっけあれ、美味しいですか？あ、海軍カレー、あれってどんな味するんですかね。よし、マリーゴールド歌います。もう泣きそうな目で見つめる君よ、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて、抱きしめて離さない。映るシルエットが見透かされ
もう出だしからずっと思ってて、なんでか分かった。私ね、プッチョが大好きなんですよ。プッチョ、プッチョ、あれプッチョだな。ソーダのさ、コンビニに売ってるシュワーってなるプッチョ、わかりますかみんな。大好きで、それが。プッチョってでも喉に残るじゃないですか。絶対それだ。もうなんか声が出にくいなって。ちょっとなんか今日調子悪いなってずっと思ってたんですけど、原因はプッチョでしたよ。でも私プッチョ大好きなんで、ライブ前には食べないように気をつけながらいっぱい食べようかなって、これからも。ありがとうございます。愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き。愛してるの言葉を100万回君に送ろう。 Yeah
あ、手はね、なぜか大丈夫なんですよ、いつも。あのね、弾く前はね、めちゃくちゃかじかむんですけど、なんか最近ギターが大好きで、なんかギター弾き出したらあったかくなっちゃうんだよね。そう、だからもうカイロなしでもいけます、私。ありがとうございます。バースデーライブの CD、みんなね、欲しがってるかなって思ってるんですけど、ちょっと、あれがもうなくなっちゃってね、だからみんなにちょっと配ることできないんですけど、なのでちょっとオリジナル曲をここで1曲、歌おうかなと思います。マインという曲を、ちょっとかっこいい感じのオリジナル曲なんですけど、聴いてください。こびりついた嫌い感情潜めては、苦しめる思い何かが溜まりゆく、近くなればなるほどに抱いてしまう、君の特別な存在になれないことを、ワイドじゃ私だけを見ていてくれないの、私だけのものに塗りつぶしたいのに、心が黒く染まりゆく、見ないふりをすればするほど抱いてしまう、君の特別な存在になる。